小曽根誠は、日本のジャズピアニスト。1961年神戸市生まれ、スマウラ学園スマウラ小学校卒業。父の影響で5歳から、クラシックピアノを習うも、バイエルの練習に飽き、ハモンドオルガンに転校し、天才奏者と呼ばれる。12歳の時に、オスカー・ピーターソンのソロピアノを聴き、ジャズピアノを始める決意をする。1976年、 15歳で、プロデビュー。神戸市立吹き合高等学校卒業。1980年に渡米し、ボストンのバークリー音楽大学に入学。1983年、バークリー音楽大学のジャズ作、編曲家を主席で卒業後、同年6月に、ニューヨークのカーネギーホールにて、ソロピアのリサイタルを開く。この時、ちょうど見物に来ていたクインシー・ジョーンズに見出されて、 米 CBS と日本人初のレコード専属契約を結び、アルバム、オゾンにて、全世界デビュー。グラミー賞受賞アーティスト、ゲイリー・バートンとワールドツアーを行う。この後、CBS から3枚のアルバムをリリース。1990年に帰国し、ビクターへ移籍。同社からは3枚のアルバムをリリース。1994年、ユニバーサルミュージック、バーブレコードへ移籍。 1996年、マコト・オゾントリオを結成。1999年、ニューヨークへ再移住。2000年、マコト・オゾントリオのシンベーシストにジェームズ・ジーナスを迎える。同年、初のベストアルバム、ウィザード・オブ・オゾン、オゾネ・マコト・ベストセレクションをリリースし、ベストセラーとなる。2001年、スイング・ジャーナル史読者人気投票で2年連続4冠制覇。 2002年デビュー20周年、バーブ遺跡後10作目となる、スペシャルアルバム、トレジャーを発表。チック・コリア、マイケル・ブレッカー、ゲイリー・バートン、ジョン・ヘンドリックスと豪華ゲストを迎えた。また、ザ・ドラえもん展に、あなたのドラえもんを聴かせてくださいとの依頼を受け、おぞねマコとト,トリオ名義で、ベースにジェームズ・ジーナス、ドラムにクラレンス・スペンを迎え、録音を行い、マキシシングル版の、 ドラえもんの歌カップリングウィズ青い空はポケット差を会場限定で販売した。2003年、ゲイリー・バートンとのデュオアルバム、バーチョー氏が第45回グラミー賞、ベストクラシカルクロスオーバーアルバム部門ノミネート。7月スタンダードジャズに積極的に取り組んだ意欲作、リボーン、リボーンをリリース。9月、母校バークリー音楽大学より名誉博士号を授与される。 10月、第18回国民文化祭、山形2003回会式にて、総合プロデューサーの作家、井上久志からの依頼により、書き下ろしのピアノコンチェルトを、山形公共楽団と共演、指揮も務める。2004年3月、伊藤紀美子のレコーディングのために、エリック宮城らと共にビッグバンド、ノーネームホーセスを結成。7月、 ザトリオにストリングカルテットをフィーチャーしたニューアルバムニュースピリッツ新世界をリリース2005年7月ザトリオとしては10枚目のアルバムまたフェンダーローズを積極的に取り入れたリアルをリリース2005年9月塩谷明とのピアノデュアルバムマコトオゾンサトル塩ノヤをユニバーサルビクターから2枚同時にリリース後全国のクラシック専用ホールに出 ピアノデュオコンサートツアーを行う。2006年1月18日、ノーネームホーセスとしては、初のアルバム、ノーネームホーセスをリリース。2007年、ジョン・レノンや AI などのカバーも収録した、ピアノソロアルバム、ホーリング・イン・ラブ・アゲイン発表。2008年9月12日、音楽監督、大上エ二ジ・プロデュースによる、大阪フィルハーモニー交響楽団の団員による、 公演を中心とするクラシックコンサートのイベント大阪クラシック御堂筋にあふれる音楽マイナスに緊急追加公演の形で参加大阪市中央公会堂にて大上ウェイジとピアノデュオコンサートを行う2010年11月11日第11回ノーベル平和賞受賞者世界サミット関連事業11 11 1 1 1 1が 広島市文化交流会館で開催され、アートディレクター稲吉博美の創作による絵のない絵本この星がえで埋め尽くされたら、フレーベルカンタの朗読とピアノによるセッションを行う。ノーネームフォーセスを率いてフランスとオーストリアで公演を行う。ショパンの生誕200年を記念したアルバムロードとショパンを発表し、歌手のアナマリア・ヨペックをゲストに迎え同盟の全国ツアーを行う。 ポーランド政府より、フレデリック・ショパンパスポート授与される。2011年、井上久志の音楽劇、日本人のへそで作曲を担当し、ピアニスト役で出演。青年座交流プロジェクト、欲望という名の列車で、作曲と演奏を担当。4月に、国立音楽大学教授に就任。フランスのオーベルニュー室内管弦楽団の定期公演に招かれ自作のピアノ競争曲を、 世界初演。夏に、東日本の復興を支援する、ライブレッドライブ、ラブ・フォー・ジャパンを、急遽リリース。この支援活動に対し、翌年冬に、ジャズ・ジャパン氏より、日産プレゼンツ・ジャズ・ジャパン・アワード2011の特別賞を授与される。ノー・ネーム・ホーセス初のライブ版、バック・アット・ザ・クラブ、イン・トリビュートを発表。NHKBS。 世界遺産時を刻むの作曲、演奏担当。2012年、ノーネームホーセスを率いて、シンガポールのモザイクミュージックフェスティバルに参加。パリとスペインにて、トマス・セートマイアー式パリ室内管弦楽団と共演。同楽団とは、同年のラフォルジュルネ音楽祭でも、ショスタ・コービチのピアノ競奏曲第1番で共演。大上英字式ハノーファー来た。 ドイツ放送交響楽団とハノーファーにて共演。7月23日、音楽と演奏を担当した、稲吉博次実っ絵のない絵本この星がえで埋め尽くされたら、朗読と音楽、CD 付けが出版される。J-Wave, FM802 をはじめ、全国5曲ネットのラジオ番組、アサヒビア OZ Meets Jazz にてパーソナリティを務めた。ジャズピアニストとしてデビューしたものの、 現在でも、ハモンド・ウルガムを演奏することがあり、父親との共演も多い。近年は、ジャズの世界を超え、クラシック界で、井上道義式、新日本フィルハーモニー交響楽団と、ガーシュウィンピアノ協奏曲へ、町長、バーンスタイン交響曲、第2番、不安の時代を、小高忠明式、札幌交響楽団とモーツァルトピアノ協奏曲第9番、変歩町長、 K271、ジュノームを、オ上ウェイ式、大阪フィルハーモニー公共楽団とガーシュウィン、ラプソディンブルーを演奏すると、活動域を広げている。また、今井美希のセリフカバーアルバムでのピアノ伴奏や、毎日放送、情熱大陸、NHK、課外授業よこそ、先輩等のテレビ番組への出演。 ザ・ドラえもん展の音楽や舞台音楽など、ジャンルを超えた取り組みも注目される。2013年3月、音楽と演奏を担当した、稲吉博士実っ絵のない絵本をおごまだらになりたい朗読と、音楽、CD 付けが出版される。2014年、アラン・ギルバート式ニューヨークフィルハーモニックの、アジアツアーにて、ソリストに、抜擢2016年、チックコリアとのデュオで、 日本ツアーを成功させる。2017年、シンガポールのエスプラネードにて、シンガポールシンフォニーオーケストラと、ラプソディー・イン・ブルーを公演。父は、ピアニスト兼、ハモンド・オルガン奏者のオゾネ・ミノル。妻は、女優の神の三輪。リーダー作品は、オゾネ・マコトザトリオメ義1980年代、1990年代、2000年代、2010年代の、 ネームホーセステレビドラマ舞台音楽、CM 情報番組歴史、気候、教養番組、ありがとうございます。